森保さん、イラン戦で動かなかった理由を語る。カタールワールドカップのドイツ戦、森保監督は勝っても負けてもいいと思っている自分もいたという。前半うまくいかなくて、結局あのまま行ったら何ができて何ができなかったのか、このレベルがわからないまま終わってしまう。何も残らない試合はしてはいけないとの思いから後半はマンツーマンへの変更を行った。1対1の局面で勝てというのは、やはりそこのレベルアップがあって、このレベルアップがあって組織として成り立つという考え方をしなければいけないと、強豪を物差しにしてまずは1対1で勝てるのかを試した。イラン戦の後半はどうだったんですか？力を測る意味で動かなかったのか。イラン戦も森保監督と話す機会がありぶつけてみた。それはあったと思う。アジアが日本対策として行ってきたオムボールへどこまで対応できるのか。何度も優雅勝ちを諦めたわけではなく、2年後、26年後も見た采配だった。あえてね、あえて、無能の上トーク。さすがにそれはきしょいわ。2年ものために4年に一度の大陸選手権を捨てるのくさ。森保、アジア杯とか小さい大会だから。小さい大会を将来のためにあえて捨てたんやな、賢い。テラサに謝れ。クラブで調子よくてレギュラー定着しそうな選手や CL 控えてた選手たちを早く戻してやりたかったんやな。森保さんさすがやで、おかげさまで遠藤をバズってますわ。いくらでも親善試合やったのに、いきなりアジアカップで育成を始めるヤバい監督。そもそも財を育てる価値があったかどうかすらわからなかったんだ。キーパーなんて寿命長いんだし、急ぐ必要ないんだ。なんかザイオンはたきまくってるけど、半年前めちゃくちゃザイオン持ち上げてた記憶あるけどな。ザイオン自体は高く来ないよ。セーブ率ひどいけど、和田は開始クラブで改善できるように頑張れとした。大陸選手権は代表で最高の選手を使う場所なんだよ。前川だっているし。ザイが批判されてるというか、ポイの使い方が批判されてると思うがな。正直ザイ自体を潰しかねない使い方だし。5年前から何も進歩してない監督がよく言うな。A 代表の監督は育成を意識しないといけない立場じゃない。キャップ譲って育成の観点で見てんなら、もっと久保信頼してやるよ。あえて放置したってさ、ハデと竹を交代させてバランス崩壊させたのをどう言い訳するんだい？竹は悪手だったな。日本サッカーは将来もずっと存続するけど、選手は今を生きてるよ。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。